新空港選挙第6話考察動画でございます。はい。いや、ジェシーがヒゲ剃りネズミだったねラストのシーンね。そう、次回予告で、まあ、なんか鏡に向かってヒゲを剃ってるようなシーンで終わりましたけど、はい、ブラウンのねヒゲ剃りの CM みたいないや後ろ姿だから何使ってたか分かんないけどねまあまあジェシーがネズミで、まあね、あの前の事件で出てきた新見桃花の弟がやっぱ新見大河、一応ジェシーは大河だってしか言ってなかったけど、うん、獣の鳥の親友で白川会長のパワハラを苦にして自殺したみたいな子でさ、はいはいはい、その子の弟だよね。だからでも一応その名字をまだ明かしてないのは、それに気づいてない視聴者を惑わすために大河ってだけ言ってんのかなって思ったけどね。まあ知ってる人は知っててどうぞぐらいの感じでしょだと思う、そこは。うん、だからそれで言うとさ、あと竜の名前も今回分かったんだけど、ゆずき、はい、相関図のね公式サイトにも名字が出てないよ、これも竜のゆずきってだけ、うん、ってことはやっぱり名字出しちゃうと誰かと兄弟とか家族とかっていうのが分かっちゃうから、まだ出してないでしょこれ。そうだね。でそこのゆずきと、まあ、似てるというか多分つながりあるんじゃないのかって思ったのが、不倫 CA の庭瀬美月、この水木ゆずき姉妹でしょ。だからあの不倫 CA 実は犬なんじゃないかっていう、ここで浮上、はい、なるほどね。だから偽物のね注射打った時にわざと倒れたふりとかして演技も込みでってことね。解毒剤にこうね持ち込んでいったし、簡単に解毒剤も打ったしね。あれがだから犬か、もしかその協力者、獣の協力者として人質にいるっていうね、ここつながりあるんじゃないのかなっていう、この名字ない考察。うん、であとは今回はジェシーがネズミだって分かったけど、サイコ綾部に追われててさ、綾部はクラシックをこよなく愛す男でね。いや別にこよなく愛してるわけじゃないよこよなく愛してたらあんな使い方しないんだから、クラシックをどうしても聞いてくれみたいな感じで聞かされてたけどね。クラシックは小音で聞くんだよ大体爆音で聞く方がやっぱね、うん、脳に響くしいいんだよだから綾部はほら、うん、山猫からさなんか指示受けたりしてたじゃん、もうメッセージで、うん、だからその山猫からジェシーを追っかけてなんかデータを持ってこいみたいなさ感じだったと思うんだけど、うん、ジェシーがなんか山猫に関するなんかデータを持ってたんだろうな、あれきっと。だから綾部に追われてたんでしょあれ、うん、前にさ綾部の名前イタチって読めるから十二支のイタチなんじゃないかみたいな考察もあったじゃない、はいはい、だからなんていうの、そのイタチごっこだったわけでしょあそこは、うん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 、ネズミとイタチの追いかけっこじゃないけどさ、はい、騙し合いみたいなのでイタチごっこしてたみたいなこのことを言わせたいんでしょ。嘘だろ嘘だろ嘘だよ嘘なのかよそういう風に見せたいのかなと思ったね、そこは、うん、うまいことやってるなっていうね、うん、うまいだろ感は出てるねそこで。うまいだろ変態親父で、あとはその百首事件、浜松勲ちゃんが川越に殺されてたね川越何人殺してんですかちょっと所長っていうねダメですよ所長っていうね。いやそのセクハラする所長をねたしなめる感じで言ってるけどやめてくださいよ所長みたいな感じですけどそんな軽いノリのことじゃないからね。でもそんな川越がだからもう山猫の命令が怖がすくてさ聞いちゃうわけでしょ。で自殺までしちゃうっていうね、うん、それほど恐れてるってことじゃん山猫。だから川越も天童もあと北見も山猫めっちゃ恐れてるっていうね、うん、で綾部も山猫に使われてるでしょ、あのメッセージ天童消せって言われてたし最後、はい、ってなってくると山猫やっぱ誰なんだっていうのがね今回最大の謎なんですよ、うん、であれだよね、大和もさ駿河にメッセージでさ空港に山猫来るみたいなさ、山猫113空港来るみたいな、なんか六方全書でね本庄が解読してさすごかったけど早いけどね解読も、手紙を解読なんか縦読みみたいなさ、うん、ユッキーだかよっていうねなんかもう事務所総出で解読してタピオカ本庄がねタピオカ関係ない本庄タピオカ関係ない。だからその大和も山猫情報をやっぱ知ってるっていうね、うん、もう一人山猫に関するヒントくれたのがランニングマン米沢ね、勝手にあだ名つけちゃっただから米沢曰くさ、山猫はその膨大な資産と人脈で財政界を牛耳っていて、空港建設を計画したのも山猫だって
ってね。で、その連絡窓口になってるのが北見だったみたいなさ。で、誰なんだよっていうね。いるわけでしょ、うん、空港に。そう、空港内にいるっていう風になったわけよ、今回。ってことは、もう人質の中にいるってことでいいのかな。そこはね、そうではどうやらないような気がしていて、ここでちょっと我がチャンネルの考察班がコメントをいただいてるんで、はい、考察顧問が俺の愛弟子からコメントが違う、ちょっと紹介したいと思います。マユースパさんからいただきました、ありがとうございます。第6話で今回獣のアジトの壁に貼ってあったものの中に空港内の地図がありました。それは全部で6枚ありました。しかし空港のエレベーターのボタンは B3 から4階までありました。つまり空港には獣たちも把握していないもう一つのフロアがあり、そこに何か隠されてるんですかね。前に島がこの空港には普通はない防爆壁がありますなど発言してたり、次回予告では天道がただの空港じゃないと発言していますからね。もしかしたら天道が案内したい場所はその獣たちが把握してない隠されたフロアですかねといただきました。なるほど。これまあジェシーがアジトに優子を連れてった時に、うん、ここはみたいな優子を言った時にパン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 みたいな感じで写真が何枚か写った中に空港の設計図みたいなのが貼ったんだけど、6フロア分の設計図みたいなのが書いてあって、だけどエレベーターのボタンは B3 から4階までってことは7フロアある、うん、つまり空港にはまだ獣たちが把握してない隠しフロアがあるんじゃないかっていう考察になるよ。なるほど、すごい見てるな。エレベーターの数と設計図の数合わせたか。このコメントから考えるに、さっき島田さんがってことは人質の中に山猫がいるんじゃないかって言ったじゃないですか、うん、そうじゃないかもしれないって俺が言ったのは、この隠しフロアに山猫がいるんじゃないかって、ほう、そこからメッセージとか送ってるっていう。ずっといるんだそこに。だから人質の中にいたらさ、じゃあいつ携帯いじってんだよって話じゃん。そうだな、確かに。あやべとかにメッセージするのに、あんなスマホ取り上げられてんのにどうやって指示出してんのってなっちゃうし、うん、でも空港内にいるんでしょってなってくると、この隠しフロア、しかもこの防爆壁ちゃんと守られてるとこに山猫の本部みたいなさあって、そっから指示出してるっていう。なるほど。ってなってくるとやっぱり、うん、山猫健一なんじゃないってやっぱり思っちゃう。そうだね、今でここに出てきてない人ってって言ったらそうだ、名前は出てきてるけどね、生身の姿格好は出てきてないから。もう一個気になったのは、結局山猫が、うん、まあ一人かどうかも分かんないんだけど、山猫は武蔵健一、武蔵双葉の二人なんじゃないかなと思っても来てる。双葉もやっぱりランクインしてる。北見議員もさ、山猫サイドなわけじゃん、うん、今回さ宇和島がさ獣捕まえて人質取ろうぜみたいな、磯の野球やろうぜのノリで言ってきたじゃん。そんな軽いノリではやってない。中島みたいなことは言ってない。その時にさ、双葉と北見のアイコンタクトすごくなかった？あったね、うん、私があのそこで電気消すからあんたみたいな、なんかこのあうんの呼吸じゃないけどさ、うん、目くばせみたいなあったじゃん。あったね。で北見もそれに気づいて、最初反対してたのに俺も野球やりたいみたいになったじゃん最終的に。野球じゃないけど、ね、ってことはやっぱそこがやっぱ山猫チーム山猫でつながってるからみたいな、なんて言えばいいんだろう、黒幕が健一で山猫のこと、誰か山猫は影だみたいなこと言ってなかった？うん、言ってた言ってた。米沢かな言ってたの多分ね、うん、影武者的なのが双葉みたいな、はい、表に出て今行動してるのが双葉で、裏にいるその隠し路にいる山猫が健一で、まあ北見ももちろんつながってるから、あそこはアイコンタクトでっていうさ、うん、なんじゃないかなって思うんだけど、どうだろうかこれ。まあ健一はもう確実に8割9割ぐらいはもう来てるから。いやでもな、やっぱ健一死んでるだろうって人も多いからさ。殺されてるってことね、っていう人も多いよやっぱコメントとかでは。まあでもそうか、そこは健一と山猫はが繋がってない人の意見ってことか。だから双葉が山猫みたいな人も多いしね。いやでも俺らは健一で行こう。健一、健一がいいな。健一を信じよう。いや信じちゃダメなんだけどね。いや健一は死なない、だって健康第一から名前取ってんだから。絶対死なない健一は。でほら健康第一でもほら他殺の場合は健康でも殺されちゃうからさ。そっか、うん、だからあと気になるのは犬でしょ。十二支の犬候補だから今回出た二瀬瑞希、
うん、まあ今まで出てる岩槻か本庄、本庄もなんかなさそうにも思えてきたな。だから岩槻か今回話で出てきた庭瀬美月、うん、あの警察内部のことが漏れてるっていうのも岩槻かなっていうところでね、ちょっとそうね、岩槻の警察情報を流しやすいもんね、庭瀬よりはね。そうそうそう、だからこのどっちかだね、うん、選べねえこれ。何なんですか、日本代表の岡田監督の気持ちわかるわ、数を外した時の。いやいやいや、選ばなきゃないんだよね、でも最終的には。そう、最後ね、三月か岩月、うわ選べねえ、どっちも選びたいよ代表に。12人ねしか代表選べないから、そう枠決まってるから、獣ジャパンで、ね、獣ジャパンに選ばなきゃないからね。何のスポーツだよ。いや、ここがパパってことはない、獣ジャパン。犬には来ないでしょ。獣のアジトのとこのさ、うん、シーンでさ、だからネズミの隣、犬が立ってたんだけど、うん、まだフードかぶっててさ、うん、隣にさ鳥がいたのよ、山屋さん、うん、山屋さんそんな大きくない身長、そうだね、それと同じかそれよっかちょっとちっちゃいぐらいだったよ。ほうほうほう、犬、まあじゃあ女の人っていうのはもう確定だね。一応ね、山谷かすみさんの身長162ってなってますね。その前後でしょ。じゃあまず庭瀬、庭瀬は結城萌えさん、結城萌えさんは165センチ、あーちょっと大きいんだ、2、3センチね。で岩月さん、白石聖さん158センチです。うー来た、はい、奥抜き香織さんは双葉役、奥抜き香織さんは157センチ、あーはいはいはい。チェホンマンは、チェホンマンいらないだろ、一応教えて。チェホンマン何センチだっけ、ちなみに。ちなみにチェホンマンは2メーター18センチです。犬だな。犬じゃねえよ全然。でかすぎんよ、2メーター18センチは。犬がチワワとは限んない。いやそうだけど、ゴールデンレトリバーかもしれないじゃん。並んでる様子でわかるんだ。あそっか、並んだ様子でっていう話から入ってたもんね、だってこれ、ね、そうです、ね、そうです。犬のでかさじゃ、犬種のでかさじゃないの。えってなってくると庭瀬瑞希165、でも165も別に同じぐらいだったからさ、山屋さんと仮面のね作りの差とかもあるし、靴の差ぐらいで 2,3 センチなんて変わっちゃうから、ね、そうね。でもその3人、今調べた3人は候補だね、はい、まあ双葉はちょっと本命ではないけど、うん、まあ山猫側かなっていうところだから、やっぱりちょっと2つ、水木と岩月、あそうだね。じゃあまあまあこんな感じですかね、今回の考察としては。はい、ちょっと楽しみになってきましたね、山猫誰なのか。はい、皆さんもコメントをお願いしますね。皆さんにかかってますから我々の考察は。、はい、お願いしますね。では今回の動画は以上でございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。